はい、始まりました。しゅーちゃん、おうとうです。本日ですね、3日間開催の石崎おうとう、今日が最終日優勝戦ということでですね、こちら9レースから最終レースまでやっていきたいと思っております。ですね、まあ、今日も、いい走路でですね、状態はすごくいい感じで来てるんですけど、いい感じで来てないのが絶対王者。なんとかね、三つぐさん復活というか、ね、向上を引き出してなんとか優勝まで行ってほしいと思ってます。最後までね、目が離せない展開になってくれればなと思ってますんで、ぜひこの番組も最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。さあ9レースですね。4番の中村選手、あとは6番の塚越さんですね。爆弾君、4番6番まずスタート。中村選手なんとかトップスタートで行ってほしい。4番6番この車で来い。スタートしました。10メートル線3車さあ、そこから4番乗っかってこい。綺麗に巻くなりか、インコースからキベが飛び出しました。まくっていった。よしよしよし、最後の先行った。5番の鈴木明雄もスタートは残しています。30メートルから巻くなり、塚越浅田の順、最後方から藤岡和樹であります。先頭は広瀬、追って2番手から木部強作。この21コーナーに向かいましてバイクを引いた木部、外からまくっていくのが4番中村、ここそして4番手には野沢博、そのすぐ後ろに鈴木明雄が控えております。いや、ここ行けねんか。1番の広瀬がレースをリードしています。2番手に木部強作、3番手が中村、4番手に中村さん抜けちゃおうよ。まだ体勢大きな変化ありません。中段ではバイクを引いた鈴木明雄をまくってくるのは6番塚越。今5番手あたりまで上がって、さらに勢いはさらに加速させていく6番塚越。よし、まくれまくれまくっちゃい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 。2番手には木部強作、切り返して中入れんのか。それで両選手が接近戦、それじゃダメだろう。4番手塚越、まだまだこのレース上位争い目立った動きは見られませんが、この辺りから塚越が動いてくるのか。中村弘明の内を捉えて、この3コーナーでは3番手塚越さんについてきて、塚越さんについてきているぞ。4コーナーを立ち上がりまして、残りは2周回、終盤の周回です。うわ、中村さんもう終わっちゃったよ。これも2番手木部強作、さあ3、4番手には30メートルの2人。なんだよ、10戦勢が木部さんだけが残ったのが。2番の木部をまくっていくのは塚越、あるいは浅田慎吾。加速感十分だ。やっぱりこの2車か。広瀬を捕まえました。塚越が先頭に立っています。2番手広瀬、3番手から浅田が救おうとしている。間を割って2番手に上がった。1番の広瀬は3番手、5番の鈴木明雄4番手。最終コーナー先頭争いは塚越と浅田。10戦勢残らず、これはやられた。サイドバイサイド並ぶ。さあ10レースですね。ここは栗原選手がね、思想33という素晴らしいタイム。問題はスタートを残せるかどうか。大下選手あたりがスタートで、ね、パクってくるかどうか。栗原君頑張って。さあ来い。スタートしました。さあそこから転じて残せるか。残した残した。あと空いてるけ。20メートルは綺麗に枠なり、押した鈴木一馬、谷津刑事の順でやります。2番手の木村に並ぶぐらいの勢いが栗原圭介にはありますが、さあ問題は木村の前に出られるかどうか。先頭は柳井、2番手は木村義明、アウトコース悪くない。車速はビンビンいっております。栗原圭介まくり切りました。2番手で上がっています。
逃げるのは柳井、追い上げる1番手栗原圭介、3番手木村義明、そのすぐ後ろに4番を下がつけております。タイヤがあるうちに中段5番手には鈴木和馬、その後ろを捉えて6番の谷津刑事、残りは4周回です。逃げるのは柳井、追い上げる1番手栗原圭介、さあ頑張れ。さあ外から勢いよく滑った柳井を左に見ながらまくり切りまして先頭に立っています。さらには押した和也も 3,4 コーナーのカーブで3番手まで上がりました。先頭は独走状態に持ち込めるか栗原圭介、さあ押した選手がいった、さあズバッとインコースから切り込んだ4番押した和也、押した2番手上がった、もう一回1番柳井、柳井が内側から並ぼうとしている、さあ切ったぞ、6番の谷津がアウトコースから、さらには7番の松山まで現れました。先頭はもうあっという間に30メートルくらい、お医者さんあと2周頑張って、4-6で4-6で2着は4-6で2着3着4-6で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 頑張れ頑張れ頑張れ、お医者さん頑張って、3番手その差は3写真くらいあります。4番押した和也が2番手リードを作っています。頑張れお医者さん、4番手に松山2着キープ、残り1周ブルー、大さん頑張って、さあ4番手から松山が近づいてきてまいりました。3番手4番手の間隔が縮まってきています。大さん頑張って、その差は2写真、おっと7番の松山少々滑った、最終コーナーに向かっています。先頭は栗原、しっかり三着キープ、栗原先頭だ、2番手押した、3番手谷津刑事、今おめでとう、栗原余裕を持って、さあ11レースですね、ですここは1番の落合選手が10戦のスタートを残せるかどうか、これが大きなポイントじゃないかなと思ってます。残せば頭までありまして、さあ行って赤だよ。5番車のフライングのため再発送といたします。スタートまで、さあ5号車の哲也くんね、フライングということで再発送、新井選手のスタートよかったな、いやーもう一回同じスタートこられたらこれ落合選手やばいよ。さあいけ、また赤だよ、今度読んじゃん。4番車のフライングのため再発送といたします。スタートまで、さあ今度は4号車のフライングということで再発送ですね、もう勘弁してよ、3度目のスタート3度目の正直ですよ、しっかり頑張って、特別選抜戦スタートしました。今度は決まった、10メートル大外から6番の柴田、インコースから2番の石貝です。新井はスタート行きませんでした。最終班からは笠木義孝先手、最後方から渡辺康、逃げるのは落合、追い上げる1番手は石貝武幸であります。3番手6番の柴田健二、4コーナーの立ち上がり、逃げる落合をここで石貝が捕まえました。石貝さん行った、1コーナー先頭を奪いました。石貝2番手に交代して落合です。3番手から6番の柴田健二がさあ柴健さん行ったよ、刺そうとしておりますが、ここで 3,4 コーナー打ちを刺してまいりました。2番手に6番柴田が上がったか、いやいや1番の落合も出まる、残りは4周回、先頭は2番の石貝です。2番手落合が加えている、6番の柴田3番手、さらには鈴木正が続いて、おっとインコースで最高低学校になった1番の落合に、外から攻め上がるのは6番柴田健二、柴田が2番手で上がるか、いやいや1番の落合が粘る、残りは3周回、ここで完全に落合の前に上がりました。6番の柴田、柴田が2番手の位置、逃げるのは石貝、追い上げる1番手は柴田健二、3番手は落合、そして4番手鈴木正光を攻めていくのが笠井義孝、5番手の位置、4コーナーを立ち上がりまして体勢を作って6番の柴田、ここしかし2番の石貝がこらえています。先頭は石貝、2番手6番の柴田健二、中段4番手には笠木義孝が上がりました。わずかに1写真ほど2番の石貝がリード、外から柴田の渾身のまくり、こらえているこらえている石貝、石貝と柴田の首位攻防戦、残り1周ブルーフラッグ、さあ外を牽制しながらわずかに石貝先頭だ、内に色気を見せる柴田健二、さあどうか、内側潜り込めない、外から笠木のまくりがぶっ飛んでまいりました。最終コーナーを迎えています。先頭は2番の石貝、いや石貝2番手はほぼ並んでゴール、
懲罰伊藤翔馬が一番人気に押されました。スタートまで10秒前です。さあいよいよ優勝戦ですね。翔馬が一番人気、思想30。問題はスタート、内山さんと三嗣さんのスタートを抑えられるかどうか。トップスタートだったらもう頭でしょう。さあどうなる。スタートしました。注目の最重翔馬、そこで逃げられるか。インコースから伊藤翔馬がギリギリ粘った。そして10メーターラインのスタート争いは鈴木誠一、清水隆、木村恭平の順であります。1周3コーナーでは亀井の順位で伊藤翔馬、翔馬が3、4コーナー早くも1人さばいて5番手に上がった。先頭を逃げるのは戸塚直樹。このさあ滝さんもいった。さあ2番手に鈴木誠一の内を捉えて清水、さらには4番手6番の伊藤翔馬が内側からすり抜けて一気に3番手まで上がった。高橋も来ている。3コーナーから4コーナーでは3番手に上がった伊藤翔馬。2番手4番清水をここさあ翔馬切り替えてもういった。さり抜き去るのか、残れば4周回。あとは戸塚さんだけ。戸塚直樹2番手に上がりました。伊藤翔馬、さあ思想タイム3秒30を生かせるフリーで終える展開になりました。清水は3番手、そして切り込んでくるのは高橋光。今4番手争い。さあ翔馬見えてきたぞ。あと3周、残りは3周回であります。逃げるのは戸塚直樹。戸塚直樹の逃げ。さあ伊藤翔馬が近づいてまいりました。その差は1写真半ぐらいであります。タキさんも逃げてる。戸塚直樹は先頭だ。伊藤翔馬3、4コーナーのさあそこで勝負をつけるのか。翔馬追いついた。先頭さあ内に入った。さあセオリー通りに切り返してトップを奪った。いった。伊藤翔馬が先頭に上がりました。そして1番戸塚、2番手の位置、3番手清水、8番の田中清水。さあタキさんが内を締めていくのか。そこいっぱいいった。水口さんいった。3、4コーナー3番手に上がっているも、ちょっとこれはもう力は増していない。残り1周ブルーフラッグ。先頭は伊藤翔馬。翔馬素晴らしい。そして戸塚さんも素晴らしい。2着までこれ粘れる。3番手高橋光君、4番手に清水という並び、最終コーナーに向かっています。先頭6番の伊藤翔馬、素晴らしい。いいです。バツマシンを操りまして、翔馬すごい強くなった。おめでとうございます。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。いや翔馬強くなったね。ここ2、3ヶ月前からね、僕ずっと翔馬追ってたんですけど、ほんと強くなったね。あの思想タイムは出るだけじゃなくて、ほんとレーサー足がバッツル抜群です。本当にあとはね、スタートね、課題だったスタートもね、今日いいスタート切ったね、昨日も良かった。これから楽しみな選手になると思います。翔馬本当におめでとうございました。ということでですね、決勝戦の模様やってまいりました。明日から、川口オートンですね、やってまいりたいと思います。ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。